今日は、3年に一度起きる2回の奇跡ヘンデルの論会ですが、これで4作目でございますが、今回はまた特に誰も知らないデナミエルというお寺でございます。その名前すら私たちは知らなくて、デナミア、デイナ、最初から読み方すらよくわからなかったというぐらいから始まっておりますが、今日はそのあたりについて少しお話をしていこうと思います。もちろんご存知のようにヘンデルはそのバロックの作品ですけれども、そのバロック時代というものはそもそも、オペラの始まりとほぼ同じ時期からそう言われて指すわけですね。1597年にその少し前、16世紀の終わり頃、フィレンツェのカメラータという、まあ、知識人、教養人の集まりのようなものがあって、そういうところでそのギリシャ神話とかそういうものを題材にしたことをいろいろ取り沙汰してしていたわけですけれども、ヤコ・ポペーリという人がダフネというオペラを作ったのが1597年、彼も、フィレンツェ人ですけれども、まあ、それが一応現存しているそのオペラの最初と言われています。そのあたり、そしてそれから、まあ、そのバロック初期といいますと最も重要なのはモンテヴェルディなんですけれども、彼はクレモナ生まれですが、しかしその彼が作った、オルフェオというオペラが1607年、まあ、私たちにとって1600年頃と、要するに江戸幕府が始まった頃、バロック時代は始まったんだというわけで、何か非常に符合しているというか、そういえば例えば歌舞伎のようなですね、そのストーリーと、歌舞伎とオペラって何か関係があるような気もいたします。で、その辺りから、ヨハン・セバスチャン・バッハが死んだ1750年ぐらいまでを、バロックとバロック時代と、まあ、呼ぶことが普通です。しかしもちろん彼らはバロックと思ってやっていたわけではありませんし、またそのバロックという言葉が何を指すのかとか、絵画と音楽では少し時間がずれておりますし、そのあたりはまた別の旭川歌センターかなんかに行っていただいてお勉強いただきたいと思いますが、まあその僕らの開始からですね、まあその一番最初はそれでそのダフネにしましても、オルフェオにしても、またそのいろいろモンテヴェルディがたくさん書いたオペラでもですね、基本的にドラマってあるムーズイカっていうふうに音楽劇というか、音楽のついた劇というふうにそのドラマの方が最初にあったわけですね。ですから基本的にとにかく言葉が大事、筋が大事というふうにオペラは進んできたわけです。で、ぐっと140年ぐらい飛びまして、そのヘンデルは、皆さんご存知のようにバッハと同じ1685年生まれですが、その彼が、最初に書いたオペラは1705年ですね、ハンブルクで書いたアルミエラというオペラがありますが、そこから、ずっとヘンデルは一体いくつオペラを書いたんでしょうか。ニューヨークに載っていたところでは42書いたことになっておりますけれども、その一番最後がこのデナミアなんですね。そこに至るまでヘンデルはもちろんドイツ人、ハーレン生まれのドイツ人でしたけれども、その後、まずイタリアに1676年から10年ぐらい行きまして、そしてその、フィレンツェとかローマ、ヴェネツィア、ナポリなどを訪れているということが分かっています。で、その実際イタリアに住んでいた時期が長かった、しっかりと住んでいたということも影響するんでしょうけれども、この間歌唱指導に来てくださった桜田、のというところによりますと、その彼の書いているイタリア語の音楽への付き方はなかなか非常に良いんだそうで、その変なところがあまりないということのようなんですね。で、1710年に彼はロンドンに行きまして、その後結局イギリスに帰化しますから、彼はそのゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルではなくてジョージ・フレデリック・ハンデルと呼ぶのが正しいのかもしれません。私実はその自分がオーストラリアに来ました時に、その
なんかコンセプトブロスとかなんかをやっておりまして、彼らがハンデルハンデルって言うもんですから、気持ちが悪くてしょうがなかったんですけれども、でもまあそれがですから正しいというか、彼らにとってもハンデルなんだということなんですね。でちなみにオランダ語でハンデルというのはお店という意味です。ですから街中にいっぱいハンデルがあります。お肉のハンデル、野菜のハンデルとかっていうふうにあるんですね。という名前なんですが、でこの1740年に作曲されて、1741年にこのデラミアは上演されています。で1741年という年はですね、少しバロックをかじった好きな人間にとってはこうちょっと複合する年でして、まずはヴィヴァルディが死んだ年というので覚えている方もいらっしゃいますし、それから何といってもメサイアが作られた年なんです。ですからそのオペラ、最後のオペラと、まあ、そのメサイアと同じ年だったということでですね、そしてこのデラミアは、初演のあと2回、全部で3回しか上演されなかったわけで、当時としては非常に少ない、まあ、不評に終わったということなんですね。しかしそれはその、必ずしもその作品がつまらないからということではなくて、その頃 そのロンドンの聴衆はもうオペラにちょっと飽きていたということもありまして、そのイタリア語の、まあ、ですから彼らにとっても何かこう台本みたいなものを、ね、言葉を見ながらこうオペラを見ていたんでしょうけれども、その当時のオペラというのは本当にこう馬車が出てきたりとか馬が出てきたりとか、大変こう大掛かりなものが多かったですし、そういう仕掛けだらけのオペラというものにお客さんが疲れてきた、飽きてきたというところは大いにあったんだろうと思います。それとまたその少し前からですね、ペプシュという、まあ、彼もドイツ人、元ドイツ人ですけれども、そういう人なんかが作った古式オペラというのに、本当にベガーズオペラというんですけれども、まあ、要するに寄せ集めですね、アスティッチのようなもので、ちょっとオペラの良いところとかを集めた新喜劇が流行ったみたいな感じに思っていればいいでしょうか。まあ、そういうものが流行ってきたということもあって、僕ら大体長いですし、そういうのに飽きてきたというようなこともあって、結局、まあ、ヘンデルはそのオペラを作ることをこの作品を最後に断念して、それでその英語でオラトリオを書こうというふうに、まあ、路線変更していくわけですね。その最初に書いたのがそのメサイアで、それがまあ大ヒットしたわけです。というわけで、まあ、バロック時代の最後の方の大きな花というふうに言うこともできるでしょうか。で、まあ、そのバロックのオペラと現代 その、まあ、というか、皆さんオペラと言われると何を思い出すでしょうか。蝶々夫人とかアンカレタキンとかトスカンとかヴェルディだ、プチーニだというような、まあ、そういうものを普通思い浮かべますね。そこでパッとこうモンテベルディの中から出てくるという人は相当変人です。そういう、いわゆる19世紀のロマン派のオペラというものと、このバロックのオペラというのは、まあ、いくつかその、まあ、なんていうか、様相が違う、様子が違うところがありまして、で、さっきも言いましたように、バロックのオペラは、まずは言葉です。ですからレチタティーブがとにかく長くてですね、たくさんありまして、そこで喋っていることをずっとちゃんと聞いて筋を追っていなければいけないというわけです。まあ、もちろん19世紀のオペラでもそうなんですけれども、ところどころ立ち止まってうんと楽しむアリアが出てきますね。でそのアリアの間も、しかしその昔演出を一緒にお仕事を最初にした菅生さんだから、アリアの間の時間は止まるんじゃない、進んでいくんだという話もありましたけれども、そうは言ってもやっぱりその間周りの人は大抵はじっとしておりますし、その綺麗な作品、その歌を楽しむという時間で、それからまたストーリーが進んでというふうになっていくんですが、バロックの時代のオペラにはそういうここぞというようなアリアというものがあまりありません。まあ、そうは言ってもヘンデルのですね、有名なオンブラマイスンとか
それからラシアミキョピアンが私を泣かせてくださいというのとか、その今も愛されて歌い継がれている、そしてその往年の名歌手とかですね、さまざまな名歌手がみんなこうリサイタルとかにも取り上げるようなアリアが少しもありますけれども、それでもそのアリア中心にいいオペラができているのではなくて、そのストーリーの進行を中心にして、そのところどころにアリアがあるというふうに考えるべきなんです。それとまあそのアリアとかですね、がありましてもね、それがまずそこで私は例えば自分がヴェルディのプチーニのアリアをどれだけ知っているかということがちょっとこう怖い気がいたしますけれども、しかしそのバロック のアリアといいますのは、例えばこのダカーポ形式といいまして ABA という形になっているようなものがたくさん出てきます。つまりこう、そして A の部分で何か一つを言うと、ちょっと全然違う様子、例えばこっちで外的なことを言ったら、こっちで内的な精神的なようなことを B の方で言う、そしてもう一回いやいやという感じでこう A の運形式のところを歌うというようなことがたくさん出てきます。もちろんその芝居にもそういうものがありますし、その現代の歌でも歌謡曲でもそういう形式になっているものがたくさんありますね。で、しかしそのカーポの頭ですから頭に戻るというので、その戻ってきた時にですね、同じことをもう一回歌うのではつまらないというわけで、いろいろとこうそこに変装を加えるとか、変装ってバリエーションのことですね、顔が変装するわけではなくてですね、でまあそういうこう旋律を少しこう飾るとか変えてみるとかっていうようなことがありまして、といいますのは、そのバロックの時代の作曲というのは、まだまだたくさんの部分がその演奏者に委ねられているということもあって、あるいはその作曲家自身が演奏者で、ヴィヴァルディのようにですね、とかいうこともありましたから、そうすると、その音符自体は概要だけしか書いていない。点々とこう、柱のようなところだけしか書いていなくて、そこをどうつなぐかは、勝手にやってくださいねというふうになっていることも、いっぱいあるんです。例えばドレミだけしか書いていないけれども、でドレミと歌うのも綺麗だからそれでいいけれども、それをドレレミとやるとか、ドシドレミとやるとか、ドファミレミとやるとか、ドソミとかドミソドミとか、ドドレレミとやるとか、そんなことはもういくらでも出てくるわけですね。でそういうふうにこの何かしらその前日書いてあるものからこのちょっと思いついた変装をするとかっていうのは、そのバロックの音楽の楽しみの一つでありまして、それは皆さんが今日どんな靴履こうかとか、今日はちょっとこういうやり目にしようかしらとか、そういうふうに思われる、例えば何色の服を着るとか、そういうのと同じようにですね、いつも同じじゃつまらないというので、ちょっと変えてみようかというような、そういうものなんです。それでそれを支えていますのが、基本的には通奏低音と呼ばれるそのもので、その社会の通奏低音とかですね、今では時々新聞でですね、そういうこう慣用句のように使われることがありますけれども、ほとんどの場合は間違った使い方ですね。いや、そのずっと鳴ってる音という意味ではないので、だとか、ずっと鳴ってるのクーラーとかなんかのノイズみたいな感じがして、あんまり良くないもんと思うことがありますけれども、そうではなくて、その、曲自体が低音とか、それから低音の上になっている、そのハーモニーを基準にしてできている、その上をこうつないだものが旋律だという、まあ、そういう考え方でもあります。でそれをですから、そのアリアであれ、そのレスタティーゴとかであれ、それを支えているのは基本的にはチェンバロとか、今回は2台のチェンバロを使います。それから、あと竜とか出てきて、で、今回はハープはありませんけれども、それとチェロ、とか、コントラバスも時々、ひょっとしたら出てくるかもしれません。というような、まあ、要するに、ハーモニーが弾ける楽器と、その低音のラインをしっかり補強する楽器、ファゴットもそういうものに入りますね。そういうものとで、できている、その何人、4人、5人といても、一つのファンクションという、それがその通奏低音なんです。それがそのレサティブとかでも、その
いろいろちょうどよくその犯人の行き先が分かるように適当にこう何か、まあ、書いてあることもありますけれども、チェンバロの右手っていうのは基本的に全てその場で作っていってるわけで、右手の音って何も書いていませんから、ですからそういうものをこうつけて歌手にちょうど寄り添うように何か作っていくわけですね。でまあ、そのあたりが面白いと思います。ですから、ステージの上で例えばこうアキレとデナミアとか、何かこう会話があったりしますとですね、こちらの人はこっちのチェンバロ、こっちの人はこっちのチェンバロとか、あるいはピットとかでバスするというふうに、そのステあのピットの中でも対話が起きているわけです。でそれを、まあ、ちょっとこっちの方から聞こえてきたとか、あっちの方が違う音が聞こえてきたとかっていうふうにお楽しみいただければ嬉しいわけですけれども、まあピットですからあんまりそっちに注目しなくていいんです。私たちは5000円の下の力でゴミのようなものを創造検査人権ないんですもういつもいつも歌手をお使いするという存在なんですけれども、使えるのはね簡単じゃないんですね。でそれもまたそれで楽しいわけでして、気の利いたウェイターとかウェイトレスとかレストランにいるとやっぱりですね、うまくいきますし、どうでもいいように動けどあれいなきゃ困るし、でやっぱりこう起点が効いて効いた人がいると全てうまくいくし、なんか物申しかったような気がする。まあ、ちょっとウェイターと比べられると一緒にされるとちょっと悲しい気はしますけれども、でも、まあ、そういったファンクションもたくさんあるわけです。まあ、それとあともう一つ、そのバロックのオーケストラでは特に今回のこのコンズはバイオリンとか旋律のあり方が非常に違います。そして、オリジナル楽器といいまして、そのバロックの当時の、スタイルにされた楽器、もしくは本当に古い楽器、そういう楽器を使って弾きますから、その楽器が喋るように聞こえてくるということがたくさんあると思いますし、それから、バイオリンとともにその旋律を担うのはオーボエです。18世紀まで、そうですね、古典歌ぐらいまではですね、その旋律楽器の花形っていうのはバイオリンとオーボエなんです。リード系の音がピーッとこうよく聞こえますから、それがこう色を添えるというか作っていたわけで、それが19世紀になって聞く場所が、演奏する場所が大きくなって、たくさんの人が同時に聴いてというふうになると、そのフルートとか、もう少しクラリネットとかですね、そういう少し柔らかい音のものが好まれるようになってきて、オーボエもちろんあるんですけれども、フルートも大事というふうに他の要素が入ってきます。チェンバロを廃れて、ピアノというよりもちょっと音の柔らかい楽器が入ってきます。そうすると、お客さんの方は増えて、そして部屋の響きは減って、というふうに、それがいつも、まあ、何らかの関係があるわけですね。ですから、そのバロックの時代には、その色合いを濃く、はっきりとした旋律を聞きたいと言ったら、バイオリンとオーボエが重なって出てきます。ですから、そういうのをお聞きになって、けたたましかったとか、こうギスギスしてたとか、おっしゃらない。そういう色合いなんでございます。今日は全部黄色い服してるねとか、とかというのと同じようにですね、その選ぶ色合いが重なるということですね。まあ、ですから それから、今回はその後でストーリーをちょっとお話しいただきますけれども、その戦争に行くぞというような、その兵士が来るぞというような合図とかそういうものもありますから、その新聞じゃないのかな、合図のラッパーのようにですね、トランペットとホルンが出てきます。でそれもその、ホルンはナチュラルホルンといいまして、この何もこういう装置がついていない、ただ水道管丸めてピュッとこうやってこうラッパーつけただけの上部の水道管でできるので、基本の構造は同じものです。そういう楽器でやるわけですから、トランペットも基本的にそうですね。それから使用するティンパニは、東京本来が所有している18世紀のオリジナルのイギリスの楽器ですと分かりするんですけれども、そういう楽器で、まあなんというかパカパカとかっていうですね、同じファンファーレのようなものを聴いても、現代の楽器で聴くのと、そのトランペットは今の現代のトロンボーンよりも高い高さがあるわけですし、2メーター半ありますから、
現代のトランペットは1メートル25で、私たちは子供サイズとか言って、いつも失礼なこと怒られておりますけれども、でも、それはまあ、そういうふうに、ですから、全然音色とかも違うわけですね。ですから、そのあたりも、まあ、お楽しみいただければありがたいと思います。というわけで、まあ、そのオペラそのものの歴史とかを喋っていると、皆さん当分帰れませんから、話はこのくらいにしまして、そのストーリーの方を、ヒヨさんにご説明いただきたいと思います。はい、
ても頭の切れる頭のいいおじさま、池王子っていう感じなんですけど、おじさまがトレア戦争に勝つにはアキレが必要だって言ってスキロス島に来ちゃうんですね。そしてそのウリッセの策略というか、アキレを連れて行こうとしている目的を知ったデイダミアはどうにかアキレがバレないようにかくまうなんですけれども、で今回このデイダミアの作品で描かれているのはそのデイダミアのアキレを失いたくないっていう不安とか、そういう不安と恐怖とアキレを本当に愛してるんだよっていう曲が結構多いと思っております。多いです。はい。でそんなデイダミアさんの最新の注意、そして買い物なしく、やはりウリッセによってアキレが助走しているっていうことがバレてしまい、アキレは、自分から行っちゃうんですけれども、戦争に、トロイア戦争に参加する。そして予言通りアキレはかかとのここに刺されて、それがきっかけとなって、戦死してしまう。でなぜ富士の川につけたのにかかと刺されて死ぬかっていうと、アキレのお母さんテティスは息子をこうやってつけたんですね。かかと持ってこうやってつけたがために、あ、かかと忘れてたっていう感じで、そこだけ不死身にならなかったと。日本人にとっては耳なし法律と同じですシステムなんですけども、そういう、全体としてはそういうお話です。そのお話の中で今回のデイダミアは、そのデイダミア、タイトルロールのデイダミアがアキレを失いたくないっていうこの不安と、そうですね、アキレを愛しているっていう気持ちを歌っている。そこがメインにトピックとして取り上げられているオペラなので、そうですね、とても今の時代でもちょっと想像できるような不安だったり悲しみだったりするのかなと。ピピスというお母さんがアキレを失ったと同じように、そのオペラのレイダミーヤのオペラの、その先の話ですけれども、アキレとレイダミーヤにも子供がいたんですけども、その子供もやっぱり同じく戦争で死んでしまうということで、テティスとデイダミアの悲しみというのはちょっと連鎖していく。でもそれがなんか今の時代にも続いているような気もするなっていう、そういうお話ですね。とっても愉快なところもたくさんあるんですけれども、メインでこう流れている作りとしては割とこうシリアスなお話が流れているかなと私は思います。はい、うん、その、この核馬といってもそのギリシャ一の勇士なわけですね。戦争に行くのに彼がいなければいけないというほどの勇士がちょっと女装したぐらいで隠れられるのかとか、隠してないですよね。女装しているのになんで誰だけが恋仲になるのかとか、で自分からなんかこういろいろバレるようなことをしてしまうとか、ちょっといろいろこうストーリーがですね、私たちも読んでいて、なんでこうなるんだろうと思うところはたくさんあるんですね。それが面白いところで、そこをどう読み解いて、どうこう筋立てしていくかが演出のね、はい、でももう私だけじゃなくて、今チーム全体で考えてます。ここじゃこれじゃ合わないとか、いやでもここが魅力だよね、介護とか言って、それがもう毎日稽古で繰り広げられてます。それとあの女性と男性がちょっとどっちか分からなくなるとか、その入れ替わるとかっていうのはもうオペラの常套手段ですし、特にバロックの時代にはですね、本当にカスラットって言って、その女性した歌手とかですね、そういう人もいましたし、いっぱいそういう例はあるんです。ただその勇士、戦士がそうなんだとかっていうのは他にあるかどうかは知りませんけれども、オペラとかで、そういうモンテベルディなんかのあたりでもですね、その王様は王様ですから一番上でいなければいけないというので、最も高い声が出てくるというので、それはカストラートが歌ってたんですね、虚勢歌手なんですから、その今のそこらの、上の裾とかなみたいなところまで出てくるような音域を歌うのが男だったというような、そういう例もたくさんあります。ヘンデルの時代にそれはもう減ってきていますけれども、でもこの時代にもまだカストラートはいました。で使われていました。というわけで、その辺も現代にやるときの難しさではありますね。ヘンデルやるからちょっと誰か強制してくれって言わないといけませんので、でもそれもいろいろと面白くできていると思います。そんなところ
ところでしょうか。女装しているアキベなんですけど、女装しているアキベをソプラノの女性の歌手の方が歌っているという、なんだこれそうですね、ですから今回これはあのテノールがいないんです。あ、そうですね、テノールがいない。ソプラノ4人という女性ばかり4人とバスが2人という非常に変わった、うん、その、まああのね、青春でできているんですけれど、でその、アキレとレラミアというのもありますけれども、そのあのウリステもですね、そのレラミアに恋してしまうとかっていう、まあ、そういうその恋のもつれというのもオペラの常套手段ですけれども、誰と誰がどうくっつくんだろうとか、あといういろいろなその鞘当てのようなこととか、そういうあたりも、またそれが音楽の中にうまく取り入れられていて、面白いところだと思いますね。はい、そんなところでしょうか。はい、うん、